サムズプチェクワ中華人民共和国チベット自治区、4ェ市シのシカツ区。山地方の宗教、政治、経済、文化の中心。玄軍ギャツの出身地であり、チベット仏教第2の指導者、パンチェンラマが代々住まい、中国政府により国家歴史文化名城に指定された。ソウタマツトムクは、チベット南部、ヒマラヤ山脈北陸、 ヤルンツアンポガートニャンチュ川の合流地点に位置する。海抜3840メートルの中国最高の都市。年平均気温は摂氏6度、降水量は420ミリメートル。人口はチベット族が多数で、農業は主に裸麦、小麦の栽培と薬の放牧等、手工業が比較的発達している。ギャンツェと隣接している。8世紀に、 インドの高僧、パドマサンババがこの地を通った時、サンガが素晴らしかったのでここに泊まり修行をして、ここがラサに次ぐ都市となると予言したという。1349年、パクモドゥッパの大使とチャンチュプ・ディエルゼンがここに都市を建設し、その名を、思考のニョイ・ジョージュ・園を意味する、シーガ、サムトゥンドッペーツェもとした。現行の正式古称、シガチェは、その略称である。 1563年には、サントエ王を自称する、ニャクパ政権の拠点となり、大きく発展した。1642年、ゲルク派信者の愚士藩によって陥落した際、壮麗な王宮は破壊されたが、以後も、タシルンポジの門前町として繁栄した。現在は、チベット自治区シガチ月市の地方行政機構の所在地である。サムドゥプチェクニ街道、住居を管轄。 サムドゥプツェクは歴代パンチェンラマの住まう場所である。パンチェンラマはゲルク派でダライラマに次ぐ第二の構想である。パンチェンラマがザスを務めるタシルンポジは町の南、山に沿って建てられている。それは広大な宗教と政治の機能を備えた四月江市の中心にしてゲルク派の四大僧院の一つである。町の東南にあるシャルジは美しい壁画が数多く残る。 ラマ教ゲルク派の起源の地で11世紀に建設された。ナルタン寺、ニワカシカテラ、アンミツグジなどの古い寺や住居が今もなお使われている。4月駅。ありがとうございます。